ガチ試合ということで、飯野さん、はい、に来てもらいました。お願いします。よろしくお願いします。飯野さんは、卓球三昧の池袋店でプロコーチとして働いています。詳しくは概要欄に貼っているので、ぜひ飯野さんのレッスンも受けてみてください。よろしくお願いします。飯野さんの戦績はテロップで載っけているので、あとはまあ直近だと東京選手権30代チャンピオン、今回は、5ゲームマッチの勝ち試合やっていきます。で、飯野さんとは同級生なんですけど、あんまり面識なくてこうやって知っているんですけど石澤コーチとは選手大学の同期で、その関係で今回、動画に出てもらいます。高校時代インターハイの3年生の時に一度8決定で対戦してて、その時は僕が4-0で勝たせてもらってるんですけど、今回はそれ以来の14年ぶりの試合となります。ぜひご覧ください。お願いします。お願いします。8月の健太塾の動画配信は、1本目がバックサーブの出し方と出すタイミングについて、2本目が逆回転サービスに対する韓国式フリック、3本目がバックハンド強化のための練習メニューの紹介、4本目がループドライブした後にカウンターをされた後の対処の仕方、その4本を配信します。それに加えてスタンダードプラン以上の方は毎週日曜日に健太塾練習会、月1で質疑応答ライブを行っております。健太塾では1本でも多く1勝でも多く勝つためのコンテンツを配信しております。詳しくは概要欄をご覧ください。一緒に強くなりましょう。じゃあ最初のスタートで、
はい、結構食らってるな。今度考えろ。Thank you.
よし。
最近ですけどハイレベルな試合だと思います。14年ぶりの多分強くなってるできてる感はあります。やっぱりちょっと浮いたりしたら結構絞んないとか取れない部分があるんですよ。で結構バックで絞られたりして、クロスがもうそこに打ってパターンって一個下ったり、結構また出てるパターンが多かったんで、そういうところでやっぱりレベルの高さを感じました。ありがとうございます。はい、本当に久しぶりに熱い試合をしたんじゃないかと。めっちゃ緊張してた。本当にいい試合を。ありがとうございました。